エヴァと対戦あと今週の話題といえば庵野秀明新作「ゴジラ」を撮るですね2016年ですね来年の夏にですね東宝がですねゴジラを作るのの監督っていうか総監督をするそうですね。エイプリルフールだと思ってる人が多いんですけどエイプリルフールじゃないですマジです。総監督と脚本が庵野秀明で、特撮監督と監督が樋口真嗣っていうですねこの組み合わせでやります。まあねすごい時代になったなっていうこととあとまあうつは大丈夫かなというふうに書いてあるんですけども「エヴァ Q」っていうですね前の劇場版の「エヴァ」ありますよね。この「エヴァ」が2012年の末なんですね。その時に庵野君はもうとことん落ち込んで二度とできないほど壊れてしまったと本当にこの世にまだ入れるのは仲間のおかげですってこの世にまだ入れるのはってことはそこまでやっぱ追い詰められたってことなんですね。じゃあこの「ゴジラ」の話をもらったのはいつなのかというとその次の年の2013年の1月なんですよ。でもすぐに断ったって「いやエヴァやってそんなことはできない」と言って散々断ったんだけどもっていうふうに書いてるんですけども見たら引き受けたのがですね2013年の3月なんですよ。だからそんだけ言うんですけども1月に話受けてもう3月には引き受けててで5月にはテーマこれですって東宝にテーマ出して6月にはプロットを渡してるんですよね。なんかエヴァと思えないほどの速度でお前やる気満々だよなと一番最初に確かに2ヶ月間悩んだのは確かだろうけどもその後のこの速さから考えてめちゃくちゃやる気じゃんということですね。ああこれはねこの次のエヴァはちょっとかなり遅れるんじゃないのかなっていうのとあとは前から僕言ってる通りもう庵野君にエヴァを作らせるって言い方は悪いかも分かんないけど作ってもらうのはですねあんまり考えない方がいいんじゃないかと思います。本人がまた作りたくなったら作るんでいいのでそれまでですね泳がせておいた方が好きなことやらせた方がいいと思うんですけどまあその好きなことのやつがゴジラですね。でどんなゴジラになるのかなんですけども多分ねさあどんなゴジラになるでしょうね。ちょっとみんなの意見聞いてみようか。庵野秀明がゴジラ作るとしたらどんなゴジラになるのか。メカモノ電線着ぐるみ使徒対ゴジラ放射能をためて発射1作目のリメイクウルトラマンが出てくる羽が生えてるエヴァと対戦初代ゴジラうつの内容人が巨大化してウルトラマン対ゴジラああなるほど気持ち悪いアングルばっかり自衛隊が主役ふんふんふんはいはいはい分かりました。俺ね予想はですね庵野君ってですね割とですねど真ん中やるんですよ。でど真ん中やると同時にですねSF っぽいことやりたがるんですね。で SF っぽいことで庵野君の好きなですねその沖縄決戦とかああいうのを含めてやるとどうなるのかっていうと核拡散防止条約とかですね日中関係とか日米関係いわゆる安保条約込みのゴジラになるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。っていうのはゴジラ書くときにですねそのゴジラっていう災害と人類との話になってるんですけども変な話日本にゴジラが出現したり外国にゴジラが出現したら軍隊がどう動くのかとかですねあとその本当に国境的に微妙なところにゴジラが出てきたらどういうふうになるのかとかそういうですね政治的なゴジラって誰もやってないと思うんですね。だからそこを攻めるんじゃないのかなっていうふうに思います。反原発映画というよりは反核兵器映画というのではなくて現在の国際情勢の中にゴジラを放り込んだらどうなるのかっていうのがその「IF」っていうもしも歴史シミュレーションとしては最もおいしくて最もやりがいがあって最も日本 SF 的なんですね。そういうポリティカルフィクションっぽくゴジラやったらどういうふうになるのかっていうのを押井守だったらもっと自衛隊とかそっち側の現場からやるんですけども庵野秀明だったらですね政治からやるんじゃなくてそれの方が東宝という現場を生かせるんじゃないのかなと思うんですよ。もう一つですねゴジラの特殊なところはですね、制作体制が東宝の本社で作るのでですねなんだろうな予算大きい分結局特撮にお金を使うというよりはどうやってもですね、現場の役者とかでものすごくいい役者を使わざるを得ないと思うんですね。でそうなった時にできるのは、よくゴジラ映画ですね、役者の使い方っていうのは新聞記者とかですね、あと政治家とかにこう意味なく配役しちゃうんですよ。でそれも自衛隊員とかで配役しちゃってしまって演技力が十分に使えないことはあるんですけども、それよりは国際政治とゴジラっていうふうにやった方が、東宝が抱えている一流の役者さんとかを美味しく使えるんじゃないかなと思って、僕はポリティカルフィクションですね、いわゆる政治的フィクションとしてのゴジラっていうのをやるんではないのかなというふうに今予想してます。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。